こんにちは、まさに6494です。今回は、まさ旅の新潟県、新潟駅の中にあるポン酒館に行ってきたので、そのことについてお話ししていきたいかなと思います。はい、まず見えるのが正面、ポン酒館の、入り口ですね。ちょっと探すのに少しだけ苦労したっていうか、いろいろと迷いながら見つけました。この中に、行きたかった500円で5杯、おちょこ5杯分、いろんな種類のお酒が飲めると、日本酒が飲めるということで、中に入ってきました。はい。そして、その中がこんな感じですね。まあ、一部なんですけど、ここの一部で、百何十種類ぐらいあって、それで飲んでいく感じですね。で、なんだっけな、一応100円ぐらい払うと、百何十種類飲んだら反抗してもらって、で、全国制覇じゃない、全制覇みたいなので、名前を掲げられるみたいなんですけど、まあ、やらなかったです。はい。多分、そんな来れないだろうなっていうのと、そんな飲めねえよなっていうところで、やめときました。はい。で最初に飲んだのが、梅酒でしたね。升鏡っていう梅酒を飲みました。日本酒じゃないんかいって話なんだけど、なんかちょっと美味しそうだったんで、梅酒を先に飲みました。まあ、飲んだ感想というと、まあ普通に梅酒で飲みやすかったです。はい、1杯目、梅酒。で、左の方っていうか入り口付近に、お水が出る場所があるので、飲みまくって味が分からなくなったら水を間に挟んでって言った飲み方が一番いいかなと思います。で、2つ目。読み方分かんないんだよね。宝山でいいのか。宝山酒造。宝山。これ飲んだ理由としては、先月の一番人気、7月の18かな？17くらいに行ったんですけど、6月のナンバーワンのお酒ですね、人気で飲んでみました。で、その感想というと、わかんないんだよね。日本酒、そんなに種類飲んだことないので、美味しいとか、何がいいとか、そういったことが、わからない状態なので、何とも言えなかったっていう、こんな感じなんだ、ぐらいでしたね。普通の、いや、日本酒って感じだわ、っていう感じでした。はい。で、2つ目。これが、丸山酒造ですね。はい。雪中梅。はい。飲んでみました。で、お土産頼まれたので、この雪中梅がすごく個人的に飲みやすかったので飲んできました。味っていうか、すごく香りが良くて、で、飲みやすかったかな、比較的に。なので、それに決めました。はい。そして、4つ目ですね。ノパ。これが、塩川酒造のパを飲んできました。で、大甘口って書いてあったんですけども、この時点で、そんなに味が分かんなくなっちゃってるっていう感じですね。てか、今思ったんですけど、この画像、自分の姿が微妙に撮ってる姿が映ってますね。鏡越しに。そのノパのところでは微妙に顔が映ってるっていう、何分のいくつぐらい、6分の1ぐらい映ってますね。はい。そんな感じで。で、4つしか映ってないけど、5つじゃないのって気づかれた方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、はい。4杯で終わりました。で、1枚コインを持って帰ってしまいました。はい。もしかしたらまた行くときに使えたら使おうかなと思います。そしてこれが飲んでる手とおちょこの姿ですね。こう見るとすげえ手綺麗だなって思っちゃいました。自分の手を。はい、そんな感じです。まあ、行ってみて、すごく、まあ、面白かったっていうか、いろんなお酒を試しに飲めてよかったなと。まあ、ただ、前日に登山して、で、この当日はすきっ腹で疲れながら行ったので、すごく酔いが回るのが早かったです。なので、今行かれる方は、そのようなことがないように行った方がいいかなと、すごい個人的には思いました。はい。ということで、今回は、まさ旅の新潟県新潟駅の中にあるポン酒館に行ってきたので、それについてお話ししていきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。